今眠なってしもたんか。まだ12話までしか見てへんやん。わいは全く疲れてへんで。ミラクルアポロが挑む危険なミッション。最大の敵スパイダーキングに囚われたウサギたちを救うことができるのか。あかん、アポロが絶対絶命や。そうなんだラブル、君の助けが必要だ。うん、アポロがワイに喋りかけた。はい、アポロ。手を振り返したいところだが、あ、無理だ。パウパトロールに来てほしい。ああ、わかった、ケント呼んでくるわ。何があったの。大変や大変や、ワイらはアポロが大変や。ベタベタ沼に気をつけて。おお、なんやこれ、ほんまにベタベタや。パウパトロール、ここにいるぜ。この声はもしや、ミラクルアポロだわ。あ、はじめまして。ウワイは前からずっとアポロのファンで。来てくれて嬉しいよラブル。安心してアポロ、すぐに降ろすよ。でもアポロを助けるにはあそこまで登らないと。手伝いを呼ぼう。みんな静かに、池があるから気をつけて。チェズ、マーシャルやロッキーに見えるようにアポロをライトで照らして。了解、ライトオン。うわ、アポロ、それじゃあ確かに身動きが取れないな。今助けるよ。伸びろよ、はしご。よしロッキー、アポロの糸をほどいて。オッケー、レッツゴーであります。ヒエー、ありがとな、みんな。危機一髪だったぜ。ちょっと待ってくれ、スパイダーキングの足音がかすかに聞こえる。こっちへ向かってる。急いでラブル、パワーブルドーザーでスパイダーキングの穴を塞ごう。さあ行くぜ相棒。相棒って呼ばれてハイタッチもされた。今日ハイタッチ記念日にしとこう。あ、よし、バッチリだね。やばい、いよいよやってくるね。準備はいいかい。蜘蛛の糸ボールを作ったよ。これでやっつけるであります。はあ、これならバッチリだね。チェイス、行くよ。テニスボールキャノンセット。ウォータージェットセット。あー、行け、飛べ、正義のアポロポーズ。相棒のラブルと力を合わせて作った壁だ。通れるものなら通ってみるがいい。あかん、通られてもた。ロッキー、ラブル、スパイダーキングに蜘蛛の糸ボールを投げるんだ。みんなでやっつけよう。アポロ、出番だよ。オーケー、どうだ、目が回るだろう。行くでありますよ。しぶといやつだ。何かいい方法はないかな。ラブル、雲が苦手だと思うけど君にしかできない任務だよ。僕がおとりになっている間にベタベタ沼の岩をどかしてほしい。雲なんかへっちゃらや。なんてことない、ワイはミラクルラブルや。怖いことあらへん、これはただのでっかいでっかい意地悪な雲や。こっちだぞスパイダーキング。はっ、あ、よし手を離すぞ。捕まえてごらん、ほらこっち。今のうちだ、洞窟から脱出しよう。この岩ならスパイダーキングも出てこられへんな。みんなよくやったね、全員がミラクルヒーローだよ。ありがとうパウパトロール、それからラブル、クモが苦手なのによく立ち向かってくれたね。大活躍だったよ。なんか照れるわ。今回のトラブルもパウッと解決。また会おうな。またねー。
妖精だよ。妖精に会うのは初めてや。ワイはラブル、こっちは友達のロッキーやで。そうだ、箱から出してくれたお礼に僕の魔法で3つ願いを叶えてあげよう。さあラブル、何を願う？なんかランプのせいみたいやな。うん、ワイの願いって一体何やろうな。あせや、食べても食べてもなくならへんおやつがええわ。その願い叶えてあげる。ビッグボイムシン、おやつ、おやつ。マジカルジェレミー、マジカルジェレミー、腹ペコラブルにジェレットおやつを。わーお、こらなくならへんで、うん、ごめんラブル、ちょっと失敗しちゃったみたい。なんか落ちてきたぞ。パワーキャッチャーセット。あかん、これじゃつかめへん。僕が手伝うよ。マジカルジェレミー、マジカルジェレミー、ダブルをジェレットお助け。キャンドル？失敗、もう一回やってみる。さあいくよ、マジカルジェレミー、マジカルジェレミー、それ。なんでサンダルやねん。よし、次こそマジカルジェレミー、それ。ええやん、最高や。バッチしつかめるで。ありがとうな、ジェレミー。最悪や、泥だらけになってもうた。ジェレミー、ワイこの汚れを落としたいわ、頼むで。よし、任せといて。マジカルジェレミー、ダブルに送ろう。これこれ、ワイはこれが欲しかったよ。バブルバス最高や。ごゆっくりラブル。一緒にワンワンブギーやりましょう。僕もやりたい。やります。何やこれ、泡がどんどん大きなっとる。お風呂が飛んでもうた。ラブルがバブルでトラブルや。市民の皆さん、今日はお集まりいただき、こんにちは、キャットウェイ市長。あらラブル、あなたも聞いててちょうだい。新しい記念日の発表をするの。空飛ぶお風呂の日よ。松の木があるで、これはあかん。チクチクっと葉っぱが尖っとるから。ほら割れた。今日のラブルはトラブル続きや。お風呂も冷えて寒なってきた。イエーイ、いいぞジェレミー。ケント、トラブル発生や。ラブル、どうしたの？えらいこっちゃで。わお、お風呂が飛んでしもて木の枝に引っかかって落っこちそうやね。下は川や。すぐに行くよ。ズーマ、君はラブルが落ちた時のために川で浮き輪を用意して。スカイ、君のフライングヘリで僕を吊るしてラブルをお風呂から助け出そう。ラジャー、よーし行こう。僕らはここでお留守番だね。あー、そうみたいだね。スカイ、少し下げて。ラブル、今行くよ。はよ助けて。うわ、やったぞ。うわ、ギリギリ。間に合ってよかった。ありがとうな、ケント。冷えた体を温めないとね。マジカルジェレミー、ダブルにタオルを。何から何まですまんな。ほんまにありがとうな、おかげで助かったわ。気にしないで、今回のトラブルもパウッと解決。そうだ、願い事がまだだ。3つ目の願いを叶えるよ。ワイのピンチを助けてくれたみんなに、なんかプレゼントを贈りたいな。よし、マジカルジェレミー、マジカルジェレミー、パウパトロールにおやつシャワー。ラブル、起きて。さあ帰ろう。アルがご褒美をくれるみたいだよ。ありがとうな、手伝ってくれたからお礼に美味しいおやつをあげよう。遠慮しとくわ、ワイのお腹はパンパンやで。どうして？さっきいっぱいおやつ食べたもん。汚れちまってるぜ。あ、今日はもうお風呂はごめんやで。まるで僕みたいであります。